ヒルチャールが寝泊まりした痕跡があるぞ。依頼で聞いた様子のおかしいヒルチャールたちが残したのかな。依頼？そういえば貴様たちがここに来た理由をまだ聞いていなかったな。普通の旅人なら双眼巨猿の下に来る理由などないはずだが。オイラたちは冒険者協会の依頼を受けて双眼巨猿に来たんだ。ここで起こっているヒルチャールの異変を調べにな。でようやくその手がかりを見つけたってわけだ。その答えを知りたいか。え、もしかしてダインは何か知ってるのか。ああ、思い当たる節がある。貴様たちが感じ取れないのも無理はない。この異様な感覚をな。ここが呪いの力を弱めているのがその答えだろう。呪い？確かこの前ダインがカンルイヤの国民として不死の呪いをかけられたって聞いたよな。はあ、俺は数百年この呪いがもたらす苦痛に耐えてきた。だがこの地に足を踏み入れてから束の間の安らぎを得たのを感じている。今この時も俺の体は強い意志で訴えている。ここに残れとな。そもそもどうしてここには呪いを弱める力があるんだ。俺もそれを解明したいと思っていたところだ。だが俺の知る限りアビス教団にこのような技術はなかったはず。ああ、そういうことだ。貴様はなぜヒルチャールが仮面をかぶっているのか知っているか。水面に映る自分の顔を恐れ、それを見ないようにするためだ。何しろ記憶の中の自分と比べたらそれはあまりにも醜い。絶望を感じるほどのものだ。不死の呪い、その実態は永久的な不死を意味するものではない。元に戻る方法はないのか。不可能だ。魔王により魂と肉体はすり減ってゆき、死という形を迎えることなく灰となる。ヒルチャールは己の最後が近いことを悟ると本能的に静かで暗い場所を探す。そして数百年にもわたる苦しみに別れを告げる。呪いの力を弱めるこの場所こそが奴らにとって最も理想的な霊柩というわけだ。まさかそんな理由があったなんて。雑談は終わりだ。構えろ。え、どうしたんだ。敵だ。裁きの雷。裁きを受けよ。どうぞお受け取りください。にゃそこ無我の境地。逃げ道はありません。判決を下す。クジャ騎士、カーンルイヤの宮廷親衛隊に所属していたものだ。え、宮廷親衛隊ってことはお前の部下だよな。昔のことだ。今の奴らは強力な呪いによって支配されている。その戦い方もかつての栄光を全て捨てたものだ。じゃあもうアビスの一部になっちゃったってことか。先に進もう。あ、ダイン。どうした。見逃していたか。
待て、貴様たちは下がっていろ。こいつは他と何か違うようだ。消えた。何なんだあの国邪騎士。何か言いたいことでもあったのか。どういうことだ。あれを持たずに500年も自我を保てるはずがない。それにこの覚えのある感じ、どうも気にかかるが。いや、この悪夢のような最悪の中、そのような奇跡が生まれるはずもない。気のせいだろう。先に進むぞ。目指すはあの都市だ。遺跡探索で培ってきた腕を見せてやろうぜ。その必要はない。うえ、カーン・ルイヤの技術、アビスの気配、どれも俺にとっては身近なものだ。俺からすればこんなものはただの儚い泡に過ぎない。ああ、オイラ分かったぞ。やっぱりアビス教団の秘密がここに隠されてるんじゃないか。というかダインっていろいろと内情を知ってるよな。道理でアビス教団に目をつけられるわけだ。おそらく必然的なつながりはない。だが近づけば近づくほど、これらの遺跡がより古い文明に由来したものだとわかる。ただアビス教団に先を越されてしまったがな。より古い文明？おいらよくわかんないんだけど。ここの建築物の構造はかつてのカーン・ルイヤと少し似ている。ふん、逆さでなければより似ているだろう。行くぞ。そこに光がある。目の前の足場を踏み外さないよう注意しろ。拠点なのか？それとも何かを守ろうとしてる？アビス教団が隠そうとしている秘密がこの付近にあるのかもしれない。まずはこいつらを倒すぞ。邪魔！裁きを受けよ！ここより弱滅の時。ふっ、高評価、喜びたい。はぁ、火炎よ、燃やし尽くせ。たちを威嚇してるだけ。
あ、この国邪騎士たち後ろに何か隠してるみたいだぞ。動くな、この感じ。うわ、こっちに突進してきた。こうなったら戦うしかないな。裁きを受けよ。どうぞお受け取りください。稲光、すなわち永遠なり。よし、セーフ。はっはっセーフ。はー、邪魔。ふん、へっ、ふん。火炎よ、燃やし尽くせ。やはりな、あの国邪騎士たちはアビス教団の秘密とは関係がない。もっと早く気づくべきだった。あのヒルチャールたち、一体どうなってるんだ？これが俺のさっき言ったヒルチャールの結末だ。老化が進み、光を嫌悪するようになったヒルチャールはやがて暗闇に溶けていく。それでも呪いは奴らを蝕み続けるがな。でも、なんで国邪騎士たちはヒルチャールを守ってたんだ？あ、国邪騎士がまた現れたぞ。最初に突然現れて姿を消したやつじゃないか。国邪騎士たちが引いた。まさかあの騎士が命令したのか。ハールブダン。おい、どういうことだよ。あの国邪騎士と知り合いなのか。そうか、これが真相ならば実に悲惨なものだ。ダイン？奴らがなぜここでヒルチャールを守っているのか、貴様はその答えを知りたがっている。そうだな、国邪騎士はただ義務を果たしているだけに過ぎない。今しがた俺も事態を把握したばかりだが、おそらく他の騎士に命令していたのはかつての宮廷親衛隊の若き聖兵ハール・ブダンだろう。それって500年前の人なんだよな。カーン・ルイヤに災厄が訪れた日、俺は末光の剣として王宮に駆けつけた。だがその前にハール・ブダンという騎士にある命を下したのを俺はかすかに覚えている。全ての国邪騎士に通達しろ。いかなることが起きようともカーン・ルイヤの民を守り抜けと。確かに俺たちは宮廷親衛隊の肩書きを背負っていた。だがあの悪夢のような災厄を前にして、王族、名士、庶民、それら身分に意味などなかった。神々の力の前ではカーン・ルイヤ人という身分しか存在しなかったからな。理性を失った国邪騎士だが、その心の奥底ではおそらく今もカーン・ルイヤの民を守るために戦っているのだろう。この遺跡を災厄に見舞われたカーン・ルイヤだと思い込み、あのヒルチャールたちを助けを求める民だと信じて。俺が聞く限り奴らの叫び声は他者への威嚇ではない。じゃ
じゃあ、あれはなんて言ってたんだよ。聞き取りづらいが、俺にはわかる。あれは古代カーンルイア語だ。奴らはこう言っていた。逃げろとな。俺も認めざるを得ないな。500年経ってもなお消え去ることのなかったこの強い意志は、絶望の底に生まれた奇跡と言えるだろう。オイラたち、こいつらのことを完全に誤解してたんだな。気に病む必要はない。一時とはいえ、俺でさえこいつらを敵とみなしていた。上に光が見える。引き続きそこへ向かって進むとしよう。国邪騎士たちももう邪魔をしてこないはずだ。国邪騎士たちがいなくなったぞ。やっぱりハールブダンって騎士がダインのことに気づいてくれたんだ。私に答えているの。私のことを考えていただけだ。まさかこの俺を慰めようとしているのか。そんなもの俺には不要だ。不安だなら心配してやんないぞ。邪魔な扉がないみたいだぞ。これでようやく真ん中の部屋に行けるな。早く行こうぜ。について何か心当たりないのか？
あの池は都市そのものと一体になっているようだ。古代文明の遺物だろう。そして俺の推測では、あれが呪いの力を弱めている。ここにいると先ほどよりも体が楽になっていくのを感じる。おそらくあの池の水には浄化作用があるのだろう。浄化？それってあの池の水を使えば呪いを完全に消し去ることができるってことか？いや、それは不可能だ。え、なんで断言できるんだよ。俺は理性を保ったままこの呪いと500年を共にしてきた。俺より呪いに詳しい者などいまい。この呪いは世界の因果に匹敵する烙印。そして神々の呪いは人間そのものよりも格が高いものだ。俺には感じる。今にもこの呪いが末端にまで浸透し、俺の一部となり、しまいには自分と取って代わろうとしていることを。呪いによる侵食を一時的に抑えることは可能だ。しかし浄化となると、体の一部を焼かれ灰になっていくのを想像するといい。それと同じ苦痛が体を襲うことだろう。無論浄化が終わるまで命が持つ保証などないがな。え？それって死ぬってことだよな。浄化できない呪いなんて、そんな。ここから感じられる池の浄化作用は従前なものではない。呪いを抑える程度に収まっている。そうなのか。あともう一つ気になるんだけど、あの下にある妙な装置は何だ？正直俺もあのような構造の装置は見たことがない。アビス教団が設置したと考えるのが自然だろう。もしや奴らは何かの準備をしているのか。うわぁ、びっくりした。なんで急に扉が開いたんだ。あ、こいつってハールブダンって騎士だよな。俺に話があるのか、ハールブダン。行っちゃった。でも今回は急に消えたわけじゃない。ついてこいということだろう。さて貴様たちはどうする？そうだな、よし、あとを追ってみよう。ハールブダンはここから飛び降りたみたいだな。オイラたちも下へ行ってみようぜ。